こんにちは、大学サイエンス統合データベースセンターの森谷裕樹です。今日は、パスウェイデータベースの紹介とケグパスウェイの使い方という、タイトルで、交渉させていただくんですけども、僕は、実は、パスウェイデータベースを、専門に扱っているわけではなくて、以前このケグパスウェイっていう今日紹介するケグパスウェイの作っていた、ラボ出身だということで、今日ここで、講習させていただくということで、ちょっと多分至らないところがあると思うんですけど、ご了承ください。では、始めたいと思います。プログラムのこのタイトルの部分から、講習会資料に、アクセスできるので、まずここをクリックして、今日の、資料に、アクセスしてください。このページは、今日午前中にも、あったと思うんですけど、まあ検索で、アジャックス秋でしたっけ、多分アジャックス60でもいくと思いますけど、 Google 検索していただくと、まあ秋のページに行きますので、で講習会の資料のページで、タイトルのこのタイトルをクリックしていただけると、講習会の資料のページに行きます。このページは、ずっと開けといた方が、この後も、も使いますので、開けといてください。で、まずこの講習会の資料のページに、表示できたでしょうか。表示できない方いますか。大丈夫ですね。で、今回の講習会の流れですけれども、今回はパスウェイデータベースの紹介ということで、ブラウザを使って、3つのパスウェイデータベースの、操作をしていきたいと思います。で、まず最初にパスウェイデータのデータベースと何かという、そういう概要を話した後に、バイオサイクと、あとリアクトームとケグパスウェイという、この3つの、パスウェイデータベースについて、そのパスウェイにマッピングしていくという作業を行いたいと思います。マッピングっていうのは、注目する遺伝子群や、解析結果をこのパスウェイの画像の上に、主に色をつけることで、まあ、比較的に表現することになります。でそういうことで、そのように、比較的に表現することで、理解しやすくする、それが、パスウェイに対するマッピングということになります。で一つ、講習に際して、お願いがあるんですけども、今日は、本当にたくさんの方に参加していただけていて、めちゃくちゃとてもありがたいと思うんですけども、ウェブで、サイトにアクセスして、やっていく実習なので、みんなで同時にアクセスすると、サイトにつながりにくくなるということが、まあ、よくあります。なので、もし、できる方、この資料を見て、まあ、自分でできるなと思う方は、どんどん先に行って進めていただきたいと思います。まあ、そうでない方は、僕と一緒に、進めていきましょう。でサイトの反応が悪いときっていうのは、まあ、よくあるんですけども、まあ、そういうときは、まあ、何度もクリックするようなことをしないで、まあ、タイミングをずらして実行してみてください。また、分からないことがあったら、まあ、挙手してください。スタッフが駆けつけて、サポートしていただきます。で、今回、受講前にアンケートをしたんですけども、ご協力ありがとうございます。で、アンケートの結果ですけども、パスウェイを使ったことか、パスウェイデータベースを使ったことがあるかっていうのも、2名ですね。でまた、ケグを使ったことがあるという人も6名で、まあ、ほとんどの人がパスウェイデータベースを使ったことがないということで、まあ、本当に今回は本当に初歩的な、パスウェイデータベースの使い方を学ぶことにします。でパスウェイデータベースとは何かっていうと、まあ、パスウェイというのはご存知の通り、生体内での遺伝子とかタンパク質でその他の化合物などの分子間相互作用を経路として表現したものです。で相互作用の知識を集積して可視化電子化したものがパスウェイデータベースと呼ばれています。歴史的には、まあ、代謝経路の表現から始まりました。で最初、おそらく最初だと思われるのはこの1965年の元ベーリンガーマンハイム社、今のロシア社ですけれども、が代謝マップ全体を、1枚のポスターにまとめたのが最初だと言われています。で、例えばこれはここに行くと、まあ、これがロシア社のページですけど、ここで、その最初のパスで、今バージョンがだいぶ上がってますけども、
パスウェイが表示されて、このように代謝パスウェイが代謝パスウェイ全体が1枚の絵に収まっています。で、何が電子化されて嬉しいかというと、ここに一つメニューがありますけども、ここで例えば代謝パスウェイの一つ、TCA とか入れて検索してやると、ヒトライトサイクル、クエン酸回路があって、クリックするとこのようにハイライトされると。これは単純に、このクエン酸回路がハイライトされているだけですけども、このように、電子化することで、計算機上で、さまざまな可視化が行われるようになる、可視化が行われるようになるということで、パスウェイ全体を俯瞰したり、または一部の相互作用に注目したり、鮮明現象の理解が行いやすくなると。そういうことが、パスウェイデータベース、データベースの一つ一つの目的になります。で、また、データベース化することで、網羅的に扱えるようになるので、コンピューターで、網羅的解析が、行われるようになります。例えば、ゲノムアノテーションや、生主観比較や進化解析など、または遺伝子発現のエンリチメント解析や、モデル化、シミュレーションや予測といった、そういうコンピューターを使った解析に、利用しやすくなります。で、今回の講習では、この遺伝子やタンパク質、化合物をパスウェイデータベースにマッピングして、可視化するということと、あとブラウザー経由で行うゲノムアノテーションや、あと少しエンリチメント解析なども実習していきたいと思います。で、パスウェイで一言に言いましたけれども、いろいろパスウェイがありまして、パスガイドというところをクリックしてみてください。で、今これは、パスウェイのリソースのリストなんですけれども、これ2013年のものですけれども、その当時ですでにもうこれだけの500を超えるパスウェイというのが、データベースというのが構築されています。で、このリストには、その有料化無料化ということと、あとデータ形式が標準化されたデータ形式になっているかどうかということが見取れるんですけども、で、歴史的には代謝経路の表現から始まりましたけども、現在では、タンパク質間相互作用や、シグナル伝達系や遺伝子制御、環境シグナルといったさまざまな生命現象がパスウェイとして表現されています。で、パスガイドの分類では、タンパク質相互作用と代謝パスウェイとシンガリングパスウェイといった、このような、分類になっていますけども、そうですね。いろいろあるということです。すいません。で、パスウェイデータベースの画像的な表現ではどんなふうになっているかというと、大体どんなベースとデータベースでも見やすくするためにダイアグラムで表されていることが多くなっています。この図の例はケグパスウェイでの表現例なんですけども、代謝パスウェイと制御系で異なっています。代謝パスウェイでは代謝産物の濃度、この丸いのが濃度で代謝産物で、酵素がエッジとしてこの四角で表されています。で、一方制御系ではそれぞれ、タンパク質とか遺伝子とか小分子などのそういう分子を、濃度としていて、その関係性を、この矢印だと活性化とか、この矢印だと、抑制するとか、この矢印だとリン酸化など、そのエッジ間の関係性が表現されています。で、もう一つ、今回はそんなに詳しくは扱わないんですけど、データベース、パスウェイデータベースの中のデータ形式っていうのは、計算機での取り扱いを目的としているので、計算機で使いやすいように XML で記述されていることが多くなっています。で、一つは、今日、紹介するKEGパスウェイで使っている独自フォーマットである KGML。これは、分子間との関係とダイアグラムのレイアウトで、取り扱うための、独自フォーマットになっています。その他には SBML やセル ML とか CSML といったパスウェイのシミュレーションやモデリングを行うためのフォーマットなどもあります。また PSIMA っていうのはパスウェイというよりはタンパク質間相互作用を記述するためのフォーマットになっています。これらこういういろんなものが出てきたので、バイオパックスという
ものが、その様々なパスデータベースを統合したり、データ交換することを目的として作成されて、標準化を目指したフォーマットになっています。で、これらのデータ形式を使うことのできるネットワーク可視化ソフトウェアとしては、サイトスケープやビザントなどがありますけれども、今回は、そういう、別のソフトウェアは、使わずに、ブラウザで、パスウェアを扱っていきたいと思います。で、このサイトスケープについては、過去の Ajax の講習会で、紹介しているので、その、資料を読むと、よくわかるかと思います。なので、興味ある方はこれ読んでみてください。で、これ、さっき500個ほど、パスウェアがあると言いましたけれども、どのパスウェアデータベースを研究に使えばよいかっていうのは、まあ、対象生物とか対象パスウェアとか目的によって、まあ、いろいろ異なってくるので、まあ、一概には言えないんですけども、今回は、その中でもよく使われている、バイオサイクやリアクトームとケグパスウェア、この3つについて、紹介していきたいと思います。で、1つ目ですけども、バイオサイク。で、このバイオサイクっていうのは、アメリカの、スタンフォードで作っている、SIRI インターナショナルで作っているパスウェアデータベースで、対象は大腸菌から人までの、まあ、異株、異種を含めて、まあ、今7600種以上のデータが登録されているパスウェアデータベースになります。で、主に専門家が手作業で作成した文献ベースのデータと、あとは自動ツールで作った、パスウェアが、登録されていて、代謝パスウェアと制御系が登録されています。で、利用はアカデミックフリーで、データ形式はバイオパックスになっています。では、このバイオサイクを見ていきたいと思います。皆さんここにアクセスしてください。では、まず、バイオサイクの、生物対象生物種っていうのを見ていきましょう。バイオサイクのページの、ここの部分ですね、Tier 1っていうデータベースって書いているところをクリックしてみてください。これが、バイオサイクで扱っている生物種になります。で、データベースは、3つのレベルがあって、1つは、専門家が手作業で作成した文献データベースのデータから構築した、パスウェアデータベースになります。これですね。エコサイク、メタサイク、ヒューマンサイクとか、アラサイクとか、この辺ですね。あります。で、それぞれ、作っている機関がここに書いてあります。で、SRI だけではなくて、他のいろんな機関が、このデータベースの作成に関わっています。その下にある、Tier 2っていうのは、自動ツールで、このメタサイクをベースに、作成したデータベースをもとに、そこに手作業を加えて、修正したデータベースで今40種以上あります。で、最後の、一番下にある第3の層は、このように非常にたくさんの生物種があるんですけど、これは全部自動的に作ったデータベースになパスウェアデータベースになっています。で、このデータベース一つ一つが全部生物種なんですけども、最初のこの一つ、Tier 1のこのメタサイクだけは、生物種ではなくて、2000種以上の生物から構築したリファレンスとなる対象パスウェアになっています。では、次に、好きなパスウェア、生物のパスウェアを一つ見てみましょう。何でもいいです。ただ僕はここでエコサイクを見てみたいと思います。まあ、エコサイクはイーコリの、大腸菌の、パスウェアデータベースです。で、これこのページから、その生物種の、パスウェアにアクセスできます。で、一番上に、クイックサーチっていうのがあるので、例えばここで、興味のある生命現象を入れてみてください。例えばグリコリシスと入れて、クイックサーチをすると、このように、エコサイクの中に入って、イコリ大腸菌のパスウェアデータベースに入っている、グリコリシスに関係する、
パセリが表示されます。リスト化されます。で、1つ選ぶんで、クリックすると、大腸菌のグリコリスパセリが表示されます。ここまで、ついてこれなかった人、手を挙げてください。大丈夫でしょうか。少し早いですよ、僕は。ちょっともう遅い。早いですか、やっぱり。本当に、ついていけなかった時には、ストップするので、手を挙げてください。ではもう一回初めからやります。バイオサイクルのトップページから、生物リストのページに行きます。遅いですかね。で、どこでもいいので、まあ、自分の興味のある生物種がいたらそれをまあ選んでください。そしてこれがその生物種のパスデータベースのページになって、ここに好きな生命現象を、パスがありそうな生命現象を一つ入れて、クイックサーチをクリックすると、パスのリストが表示されます。で、そのリストの一つをまた選んでクリックしてやると、このようにダイアグラムではないですけど、矢印と、化合物の名前で表示されるパスウェイにたどり着きます。今のすべてこの講習会の講習資料のページに書いてあるので、こちらを見てゆっくりやっても構いません。で、この矢印で作られた図ですけども、代謝反応がこの濃い青の矢印で、示されていて、赤い文字で書かれている化合物が、その代謝反応で、次のものが、化合物になるという、そういうネットワークですね。で、灰色のこの薄い灰色の矢印は、その制御関係が、書かれています。で、この図の、上の方にある、これはページだ。ページの上の方にあるこの More Detail っていうところをクリックしていると、また情報が一つ増えて、今度は酵素の名前が増えますね。またクリックすると、今度は化合物の形が構造が表示されます。また、今どこでもどの生物でもいい種でもいいって言ったんですけど、これはエコサイクとあと他に、まあ、少しの生物種しかないんですけど、その下に、遺伝子の制御ネットワークというのも、ある生物もいます。で、この右上にあるメニューから、いろんな表示の仕方が変えることができます。例えばこの Show on Cellular Overview をクリックすると、これはこの大腸菌の全体の代謝パスウェイですね。そのどこに今選択していた、僕この場合はグリコリスですけど、このグリコリスのこのネットワークがどこにあるかっていうのが表示されます。ハイライトで表示されます。でまた、この一番下のスピーシーズコンパリジョンというのをクリックすると、生物間比較が行われるんですけども、バイオサイクルに登録されている他の生物種、7600種から選びます。でまあ大変なので、まあ、
まあ、適当にですけど、例えばブフネラーとか選ぶと、右に、その性別が入るので、そのまま OK をクリックすると、今選んだ大腸菌と、まあ、ブフネラーの、グリコリスの比較が行われるようになります。でここが、オペロンの情報なども、表示されますね。問題ないようでしたら、次に行きたいと思いますけども。で、まあ、こうやって細かいところを見ていくのも一つの、パスの使い方なんですけども、今度は全体像を見ていきたいと思います。で、一番上の、メニューのメタボリズムのカテゴリーである、セルラーオーバービューをクリックしてみてください。ちょっと重くなってきましたね。で、これが、表示されたでしょうか。で、これは全体ですけど、ここに、右のメニューからまたハイライトをすることができます。で、パスへの、まあ名前や ID や、反応の名前とか、あとは遺伝子の名前などでハイライトできるんですけど、例えば、パセの名前で、まあ、さっきと同じですけども、グリコリシスとか、TCA とか入れてやると、先ほどのように、ハイライトされます。でこれまでは、パセに登録されている、機能単位を、ハイライトするだけだったんですけど、まあ、それだと面白くないので、今度は遺伝子の発現データをマッピングしてみたいと思います。で、このバイオサイクには、NCBIGO の GO の、データを直接マッピングできるようになっているので、この右のメニューですね、右のメニューの、この、インポートデータフロム GO。をクリックしてみてください。で、これは、ジオの、データベースに、キーワードサーチができるんですけど、まあ、何でもいいんですけど、今僕はちょっとイーコリを使っているので、例えば、O157 を検索していると、ジオには、O157 というキーワードが入っている、データが、発言データが2つあるということです。で、1つ選択してみます。と、データどんなデータが入っているか表示されます。で、ここはまあいろんな、オプションがあるので、みんなポチポチやってどんな、絵ができるかっていうのを試してもらいたいんですけども、一つ、やってみますと、ここを、セレクトカラムを2つに、レイトトゥートゥーカラム、2つのカラムの割合を表示する使うっていうオプションを使って、このデータは、シナモンアルデヒドという、シナモンの、香り成分ですね。それを O157 に、与えた時の、遺伝子発現のデータですね。で、これが2時間目の、発現データと、4時間目の発現データの割合を、表示してみたいと思います。マッピングしてみたいと思います。で、サブミットを押すと、解析が始まって、このように、色がつきます。
で、この場合は、大腸菌の、おいしいものなの、シナモアルデヒドオートの2時間目と4時間目の遺伝子の発現の割合なんですけども、この場合はオレンジから赤で示された遺伝子が発現が増えて、青とか紫で示された遺伝子というのは発現が減っているということを示しています。で、例えばこの場合だと、この辺ですね、この辺が何かと見ると、トゥーコンポーネントの、シグナルオートが少し増えていてですね、異物、生体異物に対するシグナルオートですねが増えていて、また、その化合物を、排出するという、またそういう、なんだトランスポーターが、また発現が増えていると、そういうことが見えます。まあ、このように、遺伝子発現データを直接マッピングすることができます。この画像は、できた方その他の方はできてないということですね。よいしょ。じゃあもう一度やってみます。そうですね。まずエコサイクに行ってみてください。で、オーバービューを表示して、で、このメニューから、ジオデータ、ジオのデータをインポートすると、クリックして、ここで、ジオのデータに対するキーワードサーチを行います。今の場合は O157 と入れて、で、2つデータがヒットするので、その片方を選択して、で、このそれぞれが、その、あるポイントのサンプルの、発現データで、今は、2つのポイントの発現データの割合を見てみたいと思うので、分母カラムで2時間目のやつを選んで、分子カラムで4時間目のやつを選んでサブミットを押すと、先ほどのように紫から赤にでグラデーションされているパーセイにマッピングが行われます。また今読み込んだデータなら、その下の、GeoOnly、from recent database データセットから同じデータを得ることができます。で、今、さっきは、2つの、地点の、割合を見たんですけども、まあ、1つの場合だったら、だと、まあ、そのサンプルの、遺伝子の発現量がそのままマッピングされます。これは真っ赤ですね。バイオサイクについては、もう簡単にこの辺で終わろうと思うんですけども、何か質問などありましたら、挙手お願いします。少し難しいかもしれない、早いかもしれないですけど、もし、後で気になることがあったら、またメールでも、質問していただければと思います。あと、ここに、バイオサイクのユーザーガイズもありますので、これを見て、勉強してみるのもいいと思います。では次に、リアクトームのデータベースについて紹介したいと思います。リアクトームは、ヨーロッパの、エンブルが中心に、作っている、パセデータベースで、人を中心にした、脊椎動物と、あと酵母と植物の19種が今登録されています。で、リアクトームはもうほぼ人、ヒューマンを、対象として作られたデータベースで、
専門家が手作業で作成した文献別のデータベースになります。でその他の生物種、他の生物的生物や酵母っていうのは、その人のデータベースから、計算で、推定した、パスウェイになっています。対象は、代謝パスウェイとシグナル伝達系や他のその他いろいろのパスウェイが登録されています。では、このリアクトームのページに行ってみてください。よいしょ。でこれがリアクトームのページ、トップページです。で好きなパスウェイをまず見てみましょう。でこのブラウズパスウェイズというところをクリックすると、パスウェイ全体の全体が表示されます。表示されました。でまあ、ここから好きな生物種が選べますけども、まあ、このデータベースは主に本当に人を中心としているので、まあ、人を使うときにこのデータベースを使うといいと思います。でなので今日も多分人でやっていった方がいいと思うので、このまま人のデータベースで話を進めていきたいと思います。で、まあ、こっちの青い丸で示されているものが、パスウェイ全体で、左がそのパスウェイのリストになっています。で、このボタンをクリックしていくと、右の、図は同じように、連動してズームしていきます。で最初はこういう、ネットワークの、図になっているんですけども、どんどん下に降りていくと、最終的には、先ほど言ったようにダイアグラムで表示されたパスウェイになります。パスウェイが表示されます。で、この各ダイアグラムの説明はこの一番右上のアイコンで表示されますけども、まあいろいろな意味があるということです。でまたここの左上の3つ目のボタンで先ほどの全体像とダイアグラムの図が切り替えることができます。またバイオサイクルの時と同じようにパスウェイ、細かいパスウェイ、ここから選ぶのは大変なのでパスウェイをここから探すことができます。例えば、またグリコリシスですけど。でまあここまでの使い方はまあそんなにバイオサイクとはそんなに変わってないんですけども、まあ、これ同じようにこれもデータをマッピングできるので、今度はこれにデータをマッピングしてみましょう。で、このここにある右上に、上の方にあるアナリシスというアイコンですね。これをクリックしてください。で、今回はサンプルはここに用意されているので、このサンプルをそのまま使っていきたいと思いますけど、サンプルのタイプは、まあ、これはユニプロットの ID リスト、アントレですかね。じゃあ、これは違うか。これはジーンネームリストですね。これは、NCBI の ID のリスト。まあ、いつも遺伝子リストとか、これは、ケビーの、化合物ですね。化合物のリストなども、マッピングすることができます。あとはマイクロアレデータなどですね。メタボロミクスデータなどもマッピングできます。で、最初に、ユニプロ、まあ何でもいいですけど、この遺伝子リストをマッピングしてみましょう。で、コンティニューを選んで、で、これは、すいません。次のページ、次はオプションが表示されますけれども、
プロジェクトヒューマン、トゥーヒューマンっていうのは人以外の生物種のデータを、マッピングしたときに、それを推定をして、まあ、人のパスにマッピングする。リアクトームは人の基本的に人のパスなので、人以外のもらう場合は、まあ、推定を経て、マッピングするということになります。で今回は、人の遺伝子なので、人の、遺伝子リストなので、まあ、チェック入れても入れなくても変わりません。でもう一つ、インクルードインタラクターズっていうのは、まあ、インタラクトっていう相互性データベースがあるんですけども、その情報も加えて、まあ、パスにマッピングすることができます。まあ、今回はそのまま、アナライズをクリックすると、解析が、行われて、解析結果がこの、アナライズっていうタブに、表示されます。テーブルで表示されます。で、あれ、上が色がつくはずなんですけども、つかないですね。ちょっと待ってください。あ、色つきましたね。時間がかかるんです。よいしょ。こういう黄色い色がついた人を大丈夫だとなさそうですね。もう一度やりますね。この人の全体像からアナリシスをクリックして、例えば今回はこのユニプロットの遺伝子リストを選択します。で、コンティニューをクリックして、そのままアナライズ。すると、このように黄色い色がつきます。この黄色い色は、p バリューですね。まあ、より黄色い方が、意味がありそうな遺伝子リストの中で、遺伝子群で、まあ、エンリッチしてそうな、パスウェイになります。では次に、これを一回消して、もう一回アナリシスで、今度は遺伝子リストではなくて、マイクロアレデータを、マッピングしてみたいと思います。で、これは、アフィの ID と、まあ、その、発現量のデータが時系列で並んでいるデータになりますね。このままこれもコンティニューで、アナライズ。をクリックすると、今度は黄色じゃなくて青から黄色の、グラデーションで、マッピングされます。で、この色は、発現データの値そのままですね。で、あと今先ほどのデータは、5つの、タイムスケールの、データがあったので、これも、この5つの、マッピング結果が出ています。これをクリックするので、この場合は、なんだ、14時間、18時間といった、まあ、あまりここ変わり映えしないですけど、アニメーションで表示、表現されます。よいしょ。リアクトームについてもそんなに喋ることがないんですけど、この辺で終わると思うんですけど、リアクトームはいいでしょうか。まあ、ここにアナリシスの、人の、発現データなど、遺伝子リストなどここに貼って、解析しちゃえれば、このように、そのオーバーリプレゼンテーション解析とか、その発現量の変化が、目で見えるようになるということですね。で、リアクトについても、まあ、ユーザーガイドはちゃんとあるので、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
で、リアクトーム、このページは、人の、データ中心ですけども、他にも、この同じリアクトームのシステムを使った、データベースっていうのがいつかあって、フライベースとか、マイクロームとか、プラントとかが、あります。次は Keg パセについて紹介したいと思います。Keg パセは京都大学で作られている、開発されているパセデータベースで、対象生物種はゲノムの決まった全生物種ということになっていますけれども、今はその異種を含む4200種以上が登録されています。その他にも、あとメタゲノム、環境メタゲノムとか生態メタゲノムのサンプルも、登録されていて、パセが構築されています。で、これらのデータは専門家が手作業で作成した文献ベースのデータと、あとは自動ツールを、先ほど同じように自動ツールを使ったパセがあります。で、リファレンスパセという形で呼んでいるものですけど、それは専門家が手作業で文献ベースが作ったパセデータベースになっていて、生物種ごとのパセというのは自動ツールでそのリファレンスパセにマッピングして、作成して、でその後手作業でキュレーションを行うという形で作られています。で、この辺はいいとして、では、このKegパスへのページを開いてみてください。でこれはKegのトップページになりますけども、いろいろパセは一つここにあって、いろいろ他にもデータベースがあるんですけども、このKeg2っていうところをクリックしてください。ここですね、Keg2。で、このテーブルが表示されますけども、パセは、Keg パセ、Keg データベースっていうのは、パセ以外にもいろんなデータベースがあって、そのデータベースの集合体になっているんですけども、パセはこのシステム情報データベースの一つで、他にもゲノミック、ゲノム情報とか、化合物情報とか、健康情報など、そういういろんなデータベースと、あとそのデータベースを扱ういろいろなツール群から、この Keg データベースというのは作られています。で、今日は Keg パセ、パセの紹介をするということなので、パセ以外の詳細は省くんですけども、それ以外のデータベースについて知りたい方は、AJAX の過去の資料がありますので、こちらをご覧ください。では、Keg データベースに登録されている対象生物を見ていきましょう。このページのこの下の Keg オーガニズムというところをクリックしてください。これが、対象生物種になります。で、ケグではこのように、これが生物種、これは生物種の名前ですけども、ここに生物種コード、3文字か4文字のコードがあるんですけど、この独自の生物種コードを使って、データベースを構築されています。で、ここの1つ、クリックしてみてください。例えば、HSA っていうのはヒューマンのことなんですけども、これがそのヒューマンのデータ、エントリーのページになります。で、一つ見てもらいたいのが、このアノテーションっていうところで、見えますかね。アノテーション、これ、ヒューマンの場合は、マニュアルになっていますけども、他にも、コアラとか、ブラストコアラとか、ゴーストコアラという、そういう、表示があるんですけども、これは何を意味しているかというと、このKegデータベースでの、アノテーションのレベルになっていて、マニュアルっていうのが手作業によるアノテーションが行われているという意味で、人とかですね。で、コアラというのは、Keg で使っている、アノテーションツール、自動ツールの名前なんですけども、S サーチベース、スミスウォーターマンス、スコアですね。スコアベースの、自動ツールを使った、アノテーションになっています。
で、ブラストコアラっていうのはブラストで、まあ、SRT のもう少し早い、精度が劣りますけど、まあ、もう少し早いという、類人性検索のアルゴリズムですけど、まあ、それを使った自動ツール、これはドラフトゲノムなどに使われています。で、ゴーストコアラっていうのはもう一つ、ゴースト X っていうブラストよりさらに早い、ツールですね。それを使ったものがメタゲノムに使われています。で、今ドラフトゲノムとかメタゲノムとか言いましたけども、一つページを戻って、この生物種のリストの一番上に、そのリストがありますけど、ゲノミックスっていうのが主にレフシックとか、ジェンバンクに登録されている、ゲノムの決まった、生物種全部が登録されています。で、スピーシーズっていうのは、種レベルでまとめた、データベースになっていますけども、例えば、ゲノムの場合は、まあ、よいしょ、多分大腸菌だとこれだけたくさんあるので、種レベルの、データベース、パセデータベースとか、例えば、マタチーナスレベルのパセデータベースなども構築されています。で、ドラフトというのは、このゲノミクスに登録されているのは主にレフセクとジェンバークからに登録されているものですけども、ドラフトはそれ以外の、まあ、ジェンバークも入ってますけども、主にそれ以外で、まあ、少し重要かなと思われる、真核生物の、データベースをデータを集めてきて、ゲノムデータとか和製データを作っています。最後、メタっていうのは、メタゲノムの、データリストになります。サンプルリストですね。サンプルリストになります。今は、海洋ベタゲノムが、何個、300個ぐらい、あとは、生体ベタゲノムがもう700個ぐらい入っています。まあ、これら全部で、データベース、パス製データベースが構築されています。では、パス製データベースを見てみましょう。で、この一番上の卵のマークから、いつでもトップページに戻ることができます。で、トップページの一番上のこの、検索フォームでキーワード検索ができます。で、例えば何でもいいんですけど、まあ、適当にリジンとか検索してみると、リジンっていう言葉が入っている、関連する、データが、ケグに入っているデータが全て表示されますので、ケグパセとかケグブライトとか、まあ、今回は紹介しませんけど、そういういろんなデータベースにヒットしたのが、リスト化されます。で、今回パセで、例えば、リジンバイオシンセシスのマップをクリックしてみてください。で、これがパスウェイの、ケグパスウェイのエントリーになります。で、まあ、いろんな説明が書いてるんですけども、今見たいのはこれなので、この絵なので、画像をクリックしてください。で、これが最初のここに説明したように、この丸い化合物と四角い酵素のダイアグラムで表示されるパスウェイマップという部分になります。ケグではこのマップと呼んでますね。ケグのこういう画像のことを。で、これはリファレンスパスウェイなんですけど、真っ白なんですけど、好きな生物種のパスウェイを見てみましょう。で、このプルダウンメニューから、生物種を選ぶことができます。まあ、たくさんありますけど、まあ、例えば簡単に一番上の人、ヒューマンを選んで、Go を選択すると、あ、そう、ヒューマン少ないですね、リジンは。まあ、人の場合は、リジンはこれぐらい、この4つしか持っていないということですね、遺伝子を。で、ここから、探すのは多分大変なので、アルファベットこのソートビローバイアルファベットで、まあ、アルファベット順にソートしたり、ゴーストですね。ゴーストアルファベット順になったりします。まあ、それでも多分大変ですので、
パーソナライズメニューというところをクリックして Go を押してもらうと、もう少し絞り込めます。で、例えばバクテリアだけをセレクトすると、この eJeans っていうのは昔あったやつで、今はないんですけど、なので消し忘れですね、これ。例えばバクテリアでセレクトをしてやると、ここはバクテリアだけになります。まあ、それでもまだ多いですけど。あと適当なのを選んで Go を押してやると、そのバクテリアが持つ遺伝子がバンピングされて、この青い、この全体がリファレンスパスウェイで、その中で、この青い、緑の、色がついているところが、この今選んだ性別が持っている、パスウェイになります。で、この、性別種のパスウェイはここから選べるんですけども、先ほど言った、スピーシーズレベルや、ジーナスレベルや他のドラフトゲノム、メタゲノムといったこっちの方は、このプルダウンメニューから選べませんので、もしそういうものが見たいという場合は、例えばメタゲノムだと、この T 番号というのがあるので、 T 番号を押すとクリックすると、そのメタゲノムの、この場合はメタゲノムですけど、メタゲノムのサンプルのページに飛んで、その一番上の、リスト、パスウェイリスト、パスウェイマップっていう、メニューから、パスウェイのリストに飛ぶことができます。なので、メタゲノムとかドラフトゲノムを見たい場合は、こういう手順を踏んで、それぞれのパスウェイに行くことができます。で、リファレンスパスウェイと、仕事のパスウェイの関係なんですけども、先ほどちょっと説明したんですけども、まず文献情報、動物 A から動物 B、 この人の遺伝子がこの対象を行うという情報が文献にあるとすると、そこからリファレンスパスへのこのダイアグラムが書かれて作られて、でそのダイアグラム、その遺伝子じゃ酵素に対応する部分にそのオーソルグループっていうのを作成しております。で、今この人のこういうこの人の配列と同じ祖先を持つと思われる配列を集めてきて、オーソログループというものを作って、そこから今度またリファレンスパスウェイにマッピングすることで、それぞれのパスウェイを作っているとなっています。ここまで、多分ちょっと駆け足すぎるでしょうか、ね、何か質問ありましたら。まあ、そんなに難しくないので、本当にポチポチやってればそのうち慣れてくるとは思うんですけども、多分最初の頃は手間だと思います。では次には、オーバービーマップ全体像を見てみたいと思います。で、ケグの一番最初のトップページからケグパスへに行って、ここですね、ここのグローバル&オーバービーマップっていうところですね。例えばメタボリックパスウェイっていうのをクリックすると、ちょっと遅いですね。まあ、こんな感じで全体像のマップが表示されます。で、その今クリックしたメタボリックパスウェイの横に結果アトラスっていうリンクがあると思うんですけど、この結果アトラスの方が同じようなオーバービューマップを表示するんですけど、Java でワークビューで、まあ、少し自由度が高いという、まあ、その分重たいので今回はやりません。ちょっとみんな一緒にアクセスしたので遅いのかもしれないですね。まあ、ちょっと遅いので先に進みますけども、これもリファレンスパスウェイで、
同じように先ほどと同じように、このプルダウンメニューから、まあ、各生物種の、発生を見ることができます。でこれは、人の人じゃないだ、マウスか、マウスの、発生を見たときですけども、上と違うのは、一部灰色になってて、色のついている部分が、マウスが持っている、発生になります。ちょっと遅いので、ここは、各自、見たい人は後で見てください。で今までは、全部代謝パスウェイだったんですけど、ケグの場合は代謝パスウェイだったんですけども、ケグは、先ほど言ったように、代謝パスウェイの他にも、遺伝子制御系とか環境シグナル応答とか、そういう、いろんなシグナルデンス系の、パスウェイも持っています。まあ、それも、そんなに変わらないんですけども、一つちょっと違うのが、他のデータベースと違うのが、疾患パスウェイというのが、人の場合にあって、ケグパスウェイのこのリストの下の方6番ですね、ヒューマンディジーズのパスウェイがあります。でどれでもいいんですけども、例えば、大腸がんをクリックしてやると、このように先ほどとはちょっと違って、赤で示されている、赤い文字で示されている遺伝子が出てきます。でこの赤字の遺伝子っていうのが疾患に、関連している、病院遺伝子を示しています。でケグには、もう一つさっき選んでも、オールに直しないと。ヒューマン、これですね、ヒューマンプラスドラッグっていう、ディジーズ&ドラッグっていうのがリストになるんですけども、これを選択して、こうしてやると、このように色がつきます。で、これで何を意味しているかというと、ピンクのボックスというのは、何らかの、疾患で、遺伝子、病院遺伝子となっている遺伝子を示しています。で、ライトブルーのボックスというのは、何らかの疾患での、医薬品のターゲットとなっている遺伝子を示しています。まあ、このように、ケグにしかない、特徴的な疾患パスウェイというのもケグで作られています。では次はパスウェイの主観比較をしてみましょう。よいしょ。ケグの一番上のトップページから、ケグ2をクリックしてください。で、その下の方の、ですね、ケグ法、パンゲノム、は、ゲノムコンパリゾンという、カテゴリーがあるんですけども、そこで、テキストボックスに、ECO と ECS っていうのを入れてみてください。多分、みんな分かんないと思うんですけど、分かんないだろうと思うんですけど、まあ、ECO っていうのはケグで、使っているコードでは、大腸菌 K12 株ですね。で ECS っていうのは、大腸菌 O15 の株を、表しています。でこの2つを入れて5をクリックしてやると、この ECO と ECS、K12 株と O157 株の比較が行います。で一応上のパスウェイをクリックしてみてください。でそれぞれ、パスウェイが、作成されるんですけども、まあ、適当にこの辺の、グリコリスをクリックするとその2つの、生物種が持っている株が、遺伝子が、それぞれの色で、表示されます。今 ECO と ECS だったので、
順番がそうだったので、この緑の方が K12 株で、赤い方が O157 株になります。で、まあ、グリコリスなんかはどっちも持っているので、まあ、このように半々になるんですけども、例えば、何番だったかな、03070のバクテリアルセクレーションシステムですね、分泌システムの発生をちょっと探すのは大変なので、目の際からここをクリックしてもらっても大丈夫です。まあ、この場合このように、まあ、こういう絵もある、マップもあるんですけども、両方の株が持っているような、タイプもあれば、このタイプ3のように、病原性株しか持っていないようなタイプ3とタイプ4かな、 O157 だけが持っているとか、そういう、表格ができます。また、他のパソジェネティック、イーコリインフェクションのマップなどを、見ると、まあ、病原性大腸菌 O157 しか、まあ、遺伝持ってない遺伝子っていうのもこうやって表示されます。では同様に、アブラムシとボフネラの共生、細菌ですけども、この2つを、主観比較してください、見てください。でアブラムシは API でボフネラは BUC ですけども、先ほどと同じように、このページで、先ほどここに ECS と ECO と ECS を入れましたけども、今回 API と BUC っていうのを入れてみてください。で同じように、発生を表示すると、これは何だっけ、イソロイシン、バリンなど、ロイシンなどとの、整合性系の、パセイですけども、まあ、2つの赤いのが、ブクネラで、青いのがミトリ、アブラムシですけども、まあ、2つの生物が、協約して、まあ、アミノ酸が合成できるようになっている、まあ、そんなことも見えます。このマップ、この形のマップを表示できた方、できない方、いますでしょうか。ではやってみます。このケグのページで、このテキストボックスに、API と、BUC を入れて、Go を押します。で、アブラムシとブフネラの、ページができますので、和製マップをクリックしていきます。で、これはちょっと書いてないですけど、00290番っていうケグの番号、マップの番号なので、まあ、ページ内検査してると、バリンと、イソロイシンの、整合性系の、マップがここにあるので、これをクリックすると、まあ、先ほどに、アブラムシと、ブクネラでマッピングされた、色分けされた、まあ、パセリが、作れ出来上がります。出来上がります。これまでは、そうですね、データベースに入っているデータを使ってやったんですけども、今度はサンプルデータをマッピングしてみましょう。KEG2 のページのこの、システムインフォメーションの、カラムの、ですね、サーチパッセイっていうところをクリックしてみてください。ケグでは、その、ケグに、ケグパセに、マッピングするための、ツールが組み込まれています。ケグマッパーというんですけども、今回はこの2つ目のサーチ&カラーパセというのを選びます。
で、Search Against っていうのがデータベースのコード、対象データベースになります。のコードになります。で、次に Primary ID っていうのが、マッピングする ID のリスト、ID の種類になる、タイプになります。ここでは Keg ID と、他には、NCBIGIN ID とか、LCBI プロテイン ID と UniProt が、入力できます。で、テキストエリアに、遺伝子のリストを、入れてやって、最終的にこの exec っていうボタンをクリックしてやるとマッピングが始まります。で、例えば、ここにサンプルがあるので、一つ目のサンプルを選んで、exec をしてやると、このように、今の、これは Keg ID で、KO、モーソル番号ですけども、こういう、遺伝子 ID とこういう化合物 ID がある。それが、持っている、含まれている、パスウェイがリストされます。で、この1000番台っていうマップは、グローバルなんでちょっと重いのでやめて、それ以外の、これとかクリックしてやると、まあ、今、ここで入れた、K、この遺伝子がここにあるよってことが表示されます。またこの化合物が、ここにありますよってことが表示されます。で、この後ろに書いてるのが色で、まあ、ここでは色、自分で好きな色を選択できて、技術方式は、遺伝子や代謝物の ID のスペースで、塗りつぶしの色で、コンマで、線の色というふうに選択していきます。よいしょ、すいません。で、色は、16進数表記が、基本的なカラーネームで記述してください。じゃあ、次にこのチンパンジーの遺伝子っていうのを、用意したので、これを同じようにマッピングしてみたいと思います。まあ、選択して、テキストボックスに入れます。で、今この ID は、NCBIGIN ID なので、この ID から、NCBIGIN ID を選択します。それで対象データベースなんですけども、これはチンパンジーの、遺伝子セットなので、チンパンジーを選びたいんですけど、チンパンジーの、多分 CSV コードっていうのは多分分かんないと思うので、この ORG っていうボタンをクリックしてもらえると、まあ、こうやって、生物種を探せるので、チンパンジーの、まあ、CHI と入れてると、まあ、チンパンジーここにあるので、これを選択して、セレクトをクリックすると、チンパンジーの生物コードである PTR というのがここに入ります。それで、この準備整ったので、エクゼックボタンをクリックすると、今入れたこの遺伝子リストに関係する、パスウェイのリストが表示されます。で、この3つ目ですね。まあ、TCA サイクルですけども、クリックすると、多分違うタブに、このように、今、マッピングした、さまざまな色でマップされた、図が表示されます。で、まあ、これは全然意味のない、適当な、色をつけたので、まあ、こんなふうに汚いですけども、まあ、自由に入れるということが一つ特徴です。ただその反面、色の定義とかっていうのは、まあ自分であらかじめ行っておく必要があります。よいしょ。では次に、数値をマッピングするっていうことをしています。リアクサムとかでやった、発現データなどをマッピングすることができます。それはカラーパスウェイっていうところですね。この3つ目のカラーパスウェイっていうところで、やると。で、ここにもサンプルがあるので、この
CML コズミックっていうデータを使ってみます。まずこれを、ダウンロードしてください。でここ先ほどパセ全体から探してきたのくれたんですけども、このツールは自分でパセを指定してやる必要があるあります。で今ダウンロードしたサンプルをロードしてあって、でこのデータはサンプルはこの HS0Human の05200というマップを対象にしているので、まあ、今回はこれやつをこのままコピーペーしますから。すいません。で今回ここにあるように、同じように、ヌーメリックバリューの、コンバートトゥースケログスケールを選んで、ユーズアンカラドダイアグラムを選択して、エグゼクボタンを押してみてください。ちょっと見づらい、大きくて見づらいですけど、これはこんな感じで表示されると思いますけども、これは何ですかね、キャンサーですかね、キャンサー、がんの発生で、数値が、グラデーションで表示されます。よし、おそらくこれは、こんな感じになってますけど、多分白血病の遺伝子発現データから何かを模しているんだと思いますけども、このように、その数値もグラデーションで表示することができます。マッピングすることができます。他にもサンプルがあるので、時間が余った人はどんどんやってみてください。またこのもう一つカラーパセ、WebGL っていうのもあるんですけども、まあ、これもどんな、サンプルからの出てきてるサンプルでやってみますと、まあ、こんなこのような、3D の表示ですね。こういうツールも用意されています。ちょっと見づらいですねこれ。よいしょ。で、今までは血腔にある遺伝子を対象にしてたんですけども、血腔には泥されてない遺伝子、血腔には入ってない生物種とかも、マッピングしたい場合もあると思います。でそういう場合は血群登録されている配列だと類似性を計算して、まあ、自動で、遺伝子機能をスイッチしてパスでマッピングしてくれるツールというのが血群で用意されています。でいくつかあるんですけども、カースっていうのが一つありまして、まあ、これは今回これは、すごく時間がかかるので今回ありませんけども、類似性配列類似性の計算というのは、ブラストとゴースト X とゴースト Z という3つの、タイプがあって、ブラストは多分ご存知だと思うんですけど、よく使われる、高速な、配列類似性ある検索アルゴリズムですけども、ゴースト X っていうのは、それより、精度を取るんですけど100倍も速いっていうそういう、ツールで、さらにゴースト Z っていうのはそれよりさらに2倍速いっていうそういうツールになっています。で、主観で、類似性検索を行って、両方向ベストヒットというのを、利用して、遺伝子の機能を推定しています。まあ、パラログが多分生物の中にあると思うんですけど、まあ、一番似ているもの同士、互いに一番似ているもの同士というのが、まあ、恐るだろうというそういう推定を行って、機能を推定していきます。もう一つ、ブラストコアラとかゴーストコアラっていう、よく似た、ツールがあるんですけども、これも同じように、配列類似性の計算を行って、
機能を推定して罵声にマッピングするということができます。クエリからデータベースの片方向、クエリからの、データベースへの片方向の計算なので、まあ、この嘘方向っていうことはやらないんですけども、その分早いとなります。あとデータベースを圧縮しているので、まあ、多分カーセルよりだいぶ早くなっています。まあ、これも、今回はやらないんですけども、同じようにここに、ファスタ形式の、データを入れてあって、まあ、計算をしている適当にオプションを選んで計算していると、ファスタが構築されます。よいしょ。ここ、すみません。こっちの方は、メールアドレスが必要で、今回はちょっと全然使えないんですけども、こちらは、メールアドレスが必要ないので、ここでやってみたいと思います。で、ここにサンプルがあるので、まあ、全部コピーペースして、で、GNAS、このサンプルは、部分ネラなので、部分ネラのサンプルなので、ここでちょっとめんどくさいんですけど、部分ネラ探してやって、数字をクリックしてやると、ここに数字が入ります。これは、この、遺伝子リスト、この、配列リストを、この GNAS に対して、サーチして、類似的検索をして、遺伝子の機能を推定してパスでマッピングしましょうってそういう、作業になります。で、このエグゼックを押すと、計算が始まります。ただ今回はちょっと押さないですけど。で、ここに、その結果例が用意されていますので、ここをクリックしてみてください。ここですね。するとこういうページに飛びますけども、これで、アノテーションが終わった結果ですね。遺伝子リストにこういう、機能が、含まれている。いろんな遺伝子がありましたということが分かります。で、このリコンストラパセイをクリックすると、パセイが、構築されます。ですね、このパスエっていうのは、先ほど、ここで入れたこの配列のパスエが構成されたものになります。この配列のリストのパスエが構築されてこのようになります。で、まあ同様に今までと同様に、パスエを見ることができます。これパスエどこだ、ちょっとたくさん開いてるとどこに記録か分かんないので消しますけども、そうですね、こうやって構築されたパスエっていうのが、先ほど言ったようにこの、配列情報から作り出されたパスになります。このように、計画に入ってない生物種でも、パスエを作ってマッピングすることができます。それでここにダウンロードっていうのがあるので、これは、今このツールで行ったアノテーションの結果なんですけど、これは、遺伝子 ID と、オーソルグ ID、ケグのオーソルグ ID のリストになっているので、これが今ダウンロードしたものですけども、見づらいですかね。今入力した、ファスターの遺伝子 ID と、ケグにある、オーソルグ ID のリストになっているので、これを、ダウンロードしておけば、
このリコアンスラックスパスレっていうところから、またいつでも、パスレの再構築ができます。ちょっと飛ばして、時間がない飛ばして、今度は、同じように、先ほどのバイオサイクとかリアクトームと同じように、発現データをマッピングすることをしてみましょう。で残念ながら、ケングパスへには、その直接、発現データを、直接マッピングじゃなくて、直接、解析することはできないんですけども、デイビッドっていう、ツールがありますので、これを使って、パスにマッピングしていきたいと思います。まずここにサンプルデータ、NCBIGO から取ってきたサンプルデータがあるので、これを一回、コンピュータに保存してください。よいしょ。リスト1ですね。で、これは、シロイナズナの、細胞と、細胞液を分解ホストで処理したプロトプラストにした細胞との比較をしていて、優位に減少した発現が減少した遺伝子群のリストになっています。今こんな感じですけども、まあ、同じようなアフィーの ID ですね、アフィーの ID リストになっています。で、ケグではこのアフィー ID を直接で扱えないんですけど、そのマイクロアレデータ解析サービスっていうデイビットっていう、それを計測で、ケグパスケグパスにマッピングすることができます。でデイビッドの使い方については、過去のアジャックスとか、この後の時間である、マイクロデータの、紹介、データベースの紹介などで、詳しくやるかもしれないので、そちらの方を、参考にしてください。で、あとデイビッドをちょっと、よくアクセス、手術すると遮断されることが多いので、今回はちょっと、開発版というのがあったので、そちらとこちら、適当に振り分かれて、ランダムで選んでアクセスしてみてください。でこれはデイビッドのトップページです。であんまり詳しくは説明しませんけど、まずスタートアナリシスっていうこのボタンをクリックしてください。でこのデイビッドに対してまず、遺伝子リストをアップロードして、そして解析してもらうという形になります。でまずアップロードするんですけど、まあ、左側のメニューからアップロードします。まず先ほどダウンロードしたサンプルリスト、リスト1テキストを選んで、今は得たアフィの ID リストだったので、このままステップ2はそのままで、これは遺伝子のリストなので、ステップ3でジーンリストを選びます。そしてサブミットをすると、デイビッドの方に、遺伝子リストがアップロードされます。で、もうこの時点で、この遺伝子リストは、イソシロイナズナですよということがデイビッドの方に認識してくれるんですけども、今このリストを使って、解析しますということですね。で、このファンクショナルアナリスツール、アノテーションツールっていうのをクリックすると、もう解析が始まって、すぐに終わります。で、今回は、パスへちょっと見たいので、まあ、いろんなカテゴリー、機能カテゴリーで、マッピングされてるんですけど、今回はこのパスウェイの、ケグパスウェイを選んで、このチャートをクリックします。すると、別のページ、別のウィンドウがポップアップして、今のアップロードした遺伝子リストが、このケグパスウェイのどこに多かったかっていうのが、リスト化されます。例えば一番上のホスフォリレーションをクリックすると、まあ、このようにケグパスウェイのホスフォリレーションのパスウェイにこの星印がついているところが今アップロードしたリーデンシリストがありましたよっていうね、このたくさんマッピングしてもらされますということがこのデイビッドを使って行うことができます。
では、次に、遺伝子 ID を変換してからパスウェイにマッピングするということをしています。KEG パスウェイでは、マッピングで扱える遺伝子の ID にはいくつか制限があって、DBT の ID 変換機能とか、LinkDB とか、BioDB ネットとか、いくつか ID を変換するサービスがありますので、それを使って、ID を変換してマッピングすることができます。で、KEG では先ほど言ったようにアフィリの ID を使えないので、今はDBT系でありましたけど、今度は、この辺は、いろんな ID 変換するなので、これを見て ID 変換することができますということです。ちょっと時間がないので飛ばしますけれども、あと BioDB ネットって一つあります。これを使ってみましょう。BioDB ネットは、ネットワークグラフを見ると分かるように、いろんな生物の ID のリンクが取れていて、こういうのを経由して変換することができます。このアフィーの ID から今は KEG の遺伝子 ID に変換したいので、先ほどのこのアフィーの ID をコピーして、ここに ID リストにペーストして、これはインプットがアフィーの ID で、アウトプットが、KEG ジーンズ ID。ありました。KEG ID、KEG ジーンズ ID を選んで、送信してやると、アフィの ID が KEG ID に全部変換されます。これも少し時間がかかりそうなので、次に行って、その遺伝子を変換した後に、それを使ってまたさっきのサーチ&カラーパスウェイなどでマッピングすることができるということになります。で、これは先ほどのダビットの結果と同じものができるんですけども、当然なんですけども、自分の好きな色で塗ることができるということですね。本当にちょっと駆け足になっちゃったんですけど、これで、パス製のデータベースの紹介を終わりたいと思いますけども、おまけで、KEG では、FTP で一括したデータのダウンロードがちょっと有料になってしまうんですけども、今無料で使える API というのが用意されてますので、人の遺伝子一覧だとこういう URL で、得ることができますし、パス一覧とか遺伝子一覧とパスの対応表とか、そういうのが全部KEG の API で取れるようになっていますので、計算機を使って解析するという方は、こういうものを利用することができると思います。本当に最後の方ちょっと駆け足になってしまったんですけど申し訳ないんですけども、以上で終わりたいと思います。